ていただいたので、ちょっとキャリアの前にちょっと飲み物にちなんで話をお伺いしたいんですけれども。所以其实我们刚好今天也想要问您，您平常喜欢喝什么饮料？那我就准备，我们可以先从这里开始。それこそ文藝春秋の本を伝記を読んだ時に、非常にまあ飲み物っていうものをすごく気分転換の大事な要素というふうに書いてあったんですけれども。对，我们在办理那个文艺春秋有。里面有看到说，就是伟人在这个饮，就是喝饮品这个部分，其实是你一个转换心情很重要的一个点。那个是茶包。tea bag 也是。因为咖啡豆的话，它是需要研磨，所以很难说放好几种不同味道的咖啡豆到咖啡机，比较困难。那茶包的话比较容易混合。对，因为 tea bag 的话，那个后面的这个，所以移动的方面的一定不同的进来。あのこの前の NHK の、落合陽一さんとの対談番組も拝見したんですけれども、なんかそこでは記憶したい時には2種類の茶葉をブレンドされる、そしてそのブレンドすることで記憶を紐づけるっていうふうにおっしゃってたんですけれども、本当に純粋な気分転換の時那您之前有看到在NHK 上面的一个访问哦，上面有提到说，在你要就是把回忆或者记忆再串联起来的时候，你会使用两种茶包。那这个部分，那如果我也是只是想要转换一下心情的话，你通常会选择什么样口味的茶包，或者是什么样的？其实就是这个混合是我没有碰过的就可以了。我记得上次举的例子是牛蒡茶跟薄荷茶，但是那并不是因为特别怎么样，纯粹就是这两种我以前没有混合过。或者是像之前也有过在办公室，应该是锡兰红茶吧，然后这个我就不知道你要怎么翻译了，但是 OK， 锡兰红茶在配上金门的一种叫一条根，这样子的一种茶包。一条根的根是哪里？根就是木字旁的根。木梗的那个根吗？对，对。飲んだことがない味だったらいいと思います。NHK でインタビューでは、ごぼう茶とミントの味をミックスしたという、ごぼう。ミントで今度から合わせたものを食べてます。で、ただし、紅茶とかね、金門の、こういう粒の殻が、いろんな生き物を食べる。長得像是这样。人参のような。比人参细很多了。人参より、ごぼうっていう、そうですね。ごぼうではなくて、これのこと、そうです。ちなみに今日、飲んだことがない味だったら、ここにこのオフィスの方に置いてらっしゃる茶葉ってあるんですか？那我们现在在办公室有放哪些口味的茶包？我大部分的茶包是放在行政院的那个办公室。那具体来讲，到底有多少口味呢？可能20种左右吧。如果包含那种冲泡的咖啡的咖啡豆啊，绿挂式咖啡啊，全部算在一起的话，我们在行政院的有一个小厨房嘛，旁边有一个角落，大概十几种一定跑不掉。对。可是我没有去行政院去数茶包的习惯，所以我不知道具体现在有几种。好啊，没问题啊，没问题啊，我们这个是有几个？我声音太闷了。对啊，还有一个的话呢，那就放到这位这边，我是雷，不好意思，雷好，雷老师。其实
コーヒーはあの どういうカップっていうかそのあれですか、豆、まあ、なんですか。这个咖啡是什么咖啡豆？我就是随便找了一个低咖啡因的咖啡豆。那如果你感兴趣，它的牌子叫伊利，但是不是看着牌子买的，我是在电子商务的网站上看哪一种咖啡豆咖啡因最少，就买那一种。嗯，这个是これサイトで、嗯，ネットで買いました。これもちょっと撮影、ちょっと可以拍吗？可以啊，没问题啊。嗯，我没有收他们的业配，所以可能你聚焦在低咖啡因那个部分。ノーカフェインっていうポイントですよ。ブランドの掃除ではなくて、一番カフェインが少ないものを選べるという。コーヒーはじゃあそこあの1日の始まりとかに飲むような感じなんですか？うん、カフェインが低い。我们一旦一天当中的这个就是咖啡主要都是以低咖啡因的为主嘛。当然看实际的情况，因为。像我睡的是很足够，所以其实不是需要咖啡来提神嘛，是，对，那但是如果说好比像说一天分两个方面来睡觉，睡六小时加三小时等等的话，那当然我在睡午觉之前可能会喝真正的咖啡，也不是啦，这个也是真正会含咖啡因的咖啡来提神，そうですね、まあ、通常睡眠はあのよく寝てますので、よく寝れてますので、あそのカフェインがあの多いものはそんな必要ではないですね。で、まだ元気ということですね。で、もしあの睡眠の時間は例えば6時間とか3時間を分けたら、あの悲鳴をする前にあの本当にカフェインが入っているコースを飲みます。お昼でもされるんですか？您有时候也会说做一个午睡的休息吗？就是加起来一定会到八个小时了。对，我们全ての睡眠時間を8時間だということで。但是像昨天我就睡了八小时又43分钟，所以今天没有什么午睡的必要。昨日はよく寝ましたので、今日43分なので今日昼寝する必要はないと。こういうあのアプリで管理をされてらっしゃる。所以我们也是都用 LV 在做睡眠的管理。是这样子。これもちょっと。我们可以拍一下这个画面吗？こういう。哦，那可以啊，大家都这样，大家都会知道我有打呼24分钟，好像也没有什么关系。いびきをする時間も書いてありますので、私はいびきするの分かると思う。23分いびきしました。そんなことまでわからない。厉害、他连那个打呼的时间都可以做记录。そうか、じゃあ、あのよくかいあのインタビューにある8時間というのは、お昼でも入れて、全部合わせても8時間で。所以我们一天如果说就是一定会想办法睡到八个小时。如果没有那天晚上没有睡到八个小时，就用午觉来做一个补足。是这样子。ご自身でその。気分転換は上手にできる方だと思われますか？気分ですか？気分転換。所以我们想问委员说，那你要转换心情的时候，你还会选择什么样？其实喝不同的饮料也不限于茶包，茶包只是一个方便的一个方法而已嘛。所以好比像说，我也可能是到家里附近的咖啡店。像昨天就有点一杯火龙果汁，然后但是火龙果汁它里面又可以跟茶混合之类的，都有可能了。就是不要把它想象在一定是茶或咖啡或什么上，因为重点只是两种不同的味道混合起来而已。嗯，ティーパックするのが非常に便利だから、ティーパックにしました。ただし、いろんな気分転換の方法がありまして、例えば昨日ですね、気分転換のために家の近くにあるカフェへ行きました。そしてドラゴンフルーツのジュースをとお茶を混合して飲みました。ご自身で、カフェで。そのポイントは本当に2種類の味をミックスして飲むことが気分転換のポイントになります。例えばその落ち込んだ時のリカバリーの方法、ちょっと気分転換でもあるんですけど、あえて落ち込んだ時、それから、または非常に腹が立った時、それぞれちょっとリカバリーの方法っていうのは違いますか？
那我们想请问说，如果是今天心情好不太好，然后想说让就是心情可以好一点，或者说有些不愉快、生气的时候，您会用什么样的方法来转换您的心情？就刚才说的呀，就是闻一个不同的味道，喝一个不同的味道的饮料，或者是听一种不同的音乐，都有可能啊。反正就是一种新的情境吧。そうですね。先ほど話したようなですね、違う味を味わうとですね、またはいろんな違う料理を書くことです。または違う音楽を聴くことです。まあどちらと言いますと、やっぱり新しい環境に、まあ、自分のその環境に入れることです、ね。じゃあ落ち込んだ時も、そのちょっと腹立たしい怒りがあった時も、その今おっしゃったように匂い、飲み物、音楽っていうのは共通しているということでよろしいでしょうか。所以就就是譬如说我们心情不好或生气的时候，其实我就是换一个，可能有一个味嗅觉的闻一个不同的味道，或是喝一个不同的饮料，听不同的音乐，来作为一个心情的一个转换。对，就是之前没有经历过的一种新的，对。そうですね。いわゆる今まで経験したことがないものを聞きます。ありがとうございます。谢谢。じゃあちょっとビジネスのとか政策とかちょっと。にから関わる方のお話をとか思い出を伺っていきたいんですけれども、あまりその涙を流されたことがあまりないという記事を読んだんですけれども、まあ、その中でもちょっとご自身の中でなんか印象に残っているその子供が泣くという意味ではなく、そのビジネスとか政務を始められてからの中でちょっとこう涙が出そうだったり、まあ、感極まったようなことってありますか。それは嬉し涙でも喜びで悲しみでもどちらでも。そうですね。然后接下来我们想问委员一些就是比较我们在业务上或是政务方面的您的一个回忆哦。那我们之前曾经在这个杂志上面专访有提到说，委员好像通常不太会掉眼泪，不会为了什么事情而。就是掉眼泪啊，在《Elle》那本杂志上说，我切洋葱的时候会掉眼泪。玉ねぎを切るときはなんか。但我们想请问说，譬如我们在就是承接这个政府业务或在政策上面，有没有就是真的让你遇到很开心，或者是就是说那么顺利啊，有点伤心，差一点要可能会有眼泪要出来的？完全没有。全然ないですね。あまりじゃあその感情の起伏はそんなに大きくないというふうにご自身のタイプですか。所以我们是因为我们的感情起伏没有这么大吗？没有掉眼泪。应该是说常常遇到很感动的事情，但是感动的事情不表示说好像我的心情会被它带过去。我会在心里面有那种感动的感觉，但是一方面因为您问的是在业务政务上面，所以我同时还是要保持一个比较平衡的状态，不可能被一件事情的一个方面带过去。我们在处理政务的时候，最主要的还是要维持一个平衡，每一件事情都有两个三个四个以上的方面，你如果被一个方面太过感动，不管是太高兴还是太悲伤，那其他方面的人就很难照顾到。是，そうですね。もちろん生活の中にいろんなその感動することがたくさんあるんですね。ただし私はその感動っていうのがもう心の中に入ってて、で影響されないようにしています。さっきの質問だとビジネスと政務の面なので、で私はやっぱり政府の仕事をしていますので、バランスを取ることがすごい重要なんですね。一つの面ではなくて、一つのことを物事には一つの面、二つの面、三つの面、いろんな方面がありますので、それをトータル全般的に考えてその仕事をしていますので、すでに感動されるとそのバランスを取れなくなりますので、バランスを取ることがすでに重要だと思っています。私は非常にその個人的に興味があったことがありまして、タンさんのキャリアの中でやはりそのとても10代の若い時から、社会でいわゆる働くということを始めていらっしゃるわけですけれども、しかもそれが経営者でありなおかつ、エンジニア開発者であった、両立されてきたっていうのが非常にすごいなと
なぜならばやはりそれぞれの経営者としての仕事、それから開発者としての仕事っていうのはちょっとタイプが違うんではないかなと思うんですけれども、まあ、その時の両立とそれから両立することへの葛藤みたいなのは当時終わりだったんでしょうか。对，那就是竹中小姐个人对我们比较有兴趣的这个部分，就是我们其实很早就开始有自己的事业了，大概十几岁就，十几岁那一代就已经开始在工作了，有自己的事业。那您同时又是开发的这个 engineer 一个工程师，您同时还兼顾了一个经营者的一个角色哦，在这个兼顾的这个方面来讲，是真的非常让人钦佩，而且很厉害。那在这个部分，您这两个角色的互换，您有没有像冲突啊，或者是在这两个方面的一个就是角色扮演上的一个矛盾呢？是，在我写程式的时候，我还不是一个经营者，我是1989年就开始做程式设计的工作，当时我才8岁而已了，所以大概不太可能当什么经营者。对，那到了15岁也好，19岁也好，真的在创业的时候，我想我已经不是把自己看成一个程式设计师了，主要还是想要跟大家分享大家的作品，那也是创造一个空间，让大家的作品能够被彼此发现。不管一开始做的题目是搜寻引擎啊，或者是现在会叫 C2C 的拍卖网啊，或者是之后参加了开放原始码的运动等等，它的重点都已经不再是我的作品了，那而是大家的作品怎么彼此发现，而是创造空间而已啊。那还有我的作品这种观念的时候，可能都是8岁或者10岁、11岁吧，那是很更小了，嗯。そうですね、私はプログラムを書くのは本当にもう子供の頃だったんです。1989年からプログラム書く仕事が始めましたので、8歳というのは経営者というのは無理でした。で、18歳と19歳は自分の会社を作りまして、はい、でその時は自分はエンジニアということではなくて、ただみんなの作品をシェアしたいということで、いろんなスペースと空間を作りまして、みんなが作品をシェアできるような、その仕組みをしました。で、まあ、いろんな検索 のリサーチするサイトだったり、C2C のそういう、オークションのサイトだったり、いろんなのがあると思うんですね。ただしプログラマーになったのは本当に8歳、10歳、11歳のことでした。じゃあちょっとそのお話も踏まえつつ、ちょっと先ほど見ていただいたこのキャリアチャートでこうパーセンテージ、お気持ちのこう変化みたいなのを、ちょっと気持ちというか状況の変化でも結構なんですけど、ご自身の感じられるのをちょっとぜひマーキングしていただけたらと思います。我也有看到他有画那个分数，所以我们也想说可以请您写一下，也跟您解释。他有这样子的一个表。我有点好奇啊，刚才你翻译十岁、二十岁啊，那我刚讲八岁的时候要讲零零代吗？十一岁，我们会讲10年代，日本就是10代，10年代。18岁、19岁都是时代，但是10代，我是说9岁或以前的吗？我们是想8岁、10岁、11岁，所以其实9岁以前没有一个字来讲这件事情。对，英文会叫 preteen 嘛？对，嗯。就興味を持っていました。さっき10代の話だったんですけど、10代というのは11歳から19歳のこと。10歳。そうですね。で、じゃあ9歳の前は何て言います？なんと言うんでしょうか。ないですよね。なんて言います？0歳は言わないですよね。10代とは言わないですよね。幼少期幼児期。好，来，我们就从幼儿期开始吧。じゃあちょっと日本語を読んでいきます。まず、先ほどもおっしゃられたように、パソコンと出会いプログラミングを始められたのは7歳でよろしいでしょうか。所以刚刚您，我们就也顺便跟您确认，他可能他的资料有没有错，是7岁的时候第一次跟电脑，第一次接触到电脑。8岁，小学二年级，在台湾是8岁。小学2年生というのは台湾で8歳っていうことですね。はい。その時の喜び、気持ち度は何パーセント？那时候的心情大概。这边是12岁。それはそうなんですか。
我先订正完了。先生什么？马萨基，是学校。这些都是对的。到这边到这边。那您也看日文？没有了，汉字而已。汉字好，汉字来的。对，没问题。ありがとうございます。じゃあまず、ね、パソコン。所以这边讲的是个人的心情，对不对？对，心情。心情的健康。はい。好吗？然后呢？これはゼロ、零趴。对啊。就是。然后父亲的，就是工作的关系，就全家去了德国。去了德国。十ぐらい。十，这个是十左右吗？对，可能二吧。二，二ぐらい。二ぐらい。是是。はい。然后再来就是回国。回国可能再高一点。可能四吧，我自己写的。啊，ありがとうございます。对，然后再来就是说，就是从国中就没有念了，然后。零应该再往下，所以就应该是一才。几ぐらい。非常にいるやん。然后那个就是参加了这个爱知东方资讯文化事业，就比较多。对，然后你是股东，对，你是 director， 就是共同经营。再来是第二次的创业嘛？离开这家公司，然后进入明治电脑。然后在矽谷。派遣到矽谷，然后担任了奥尔网的社长、老板。然后再来二十四岁就说去环游世界去了。对，小学带去的时候是对。OK。然后就是在二十四岁后半的时候，就是我们在公开说我们是就是跨性别。这两个是同一个时候吗？没有差别的，没有差别，对对对，这是同一个时间，是同一个时间，对对对，同一个时间，再来就是开了 Social Text 这个公司，成立就是他的开公司的成员之一吧，然后台湾的话就是有参加那个 Remote Work。就远距工作，远距工作差不多都是一样的。然后再来36岁的时候，就是参加就是这个太阳花学运的这个资讯的一个发布上面，来参加了这个临时政府。然后33岁就是从商务的领域就退休了这样子。到其实这一整段对我都是差不多的，没有什么太大的差别，都是很连续的。24岁到三十，对对对对对。你已经用三百万几种天然水，三万多。对。那35岁就是担任我们的委员这样。哇，すごい！100超过100。有超过100。对对。对，然后再来39岁，就因为这个心脏肺炎。所以就有协助就是做一些就是口罩的这个地形的那些开发。OK， 好，没错。已经画不出来。256。哈哈哈哈哈哈！那个麦克，他竟然是64的开关机子。他说这都是那个电脑的那个笔数哎。对呀。是。要不然你不是也不是我的。啊，那这样他那不多，真正那影，所以说没有是负面的 minus。没有啊，没有。负面 plus。でもやはりこれを見ていると、やはりこの働き出されて、いわゆるそのから、20代の頃っていうのは結構フラットなのはなのですけれども、やはりこの大臣になられていきなり倍に上がる。因为我们大概20几岁到这个30几岁中，大概心境是比较平静的啦。那突然接了这个政务委员以后，就突然变128，就是点数非常高。是这个时候的心境是起伏很大的吗？不是起伏很大，因为这边问的是我心情多好嘛，多开心。是会有对，那。
对我来讲，分享越多就越开心。那在这段时间里面，因为我还是在私部门工作，所以能够跟我分享的大概都是我的客户啊、同事等等。但是，一旦担任了政务委员之后，那就是全台湾的人了。对，所以也可以说，就算是在牛津大学，或甚至在苹果也好，毕竟在台湾用苹果产品的人也只是一部分的人。那但是如果是担任政务委员的话，那等于2300万人都可以跟我分享这样子。是，人とシェアすること大事な大事だと思って、で32歳前には自分の会社がやっていますので、シェアできるのは同僚と会社のお客さんだけなんですね。で大事になりまして、シェアする相手は台湾全体の2300人の台湾の会社として。那到了现在的话，已经不局限于台湾的人。对对对，今この写真はちょっと どういう写真かちょっと教えていただきたいんですけれども、この方はどうなったの？这是 Flickr 上面有一个叫做Elizabeth Matheson。Elizabeth。就是 Liz， 我们都叫她 Liz 的一个荷兰人。当时我就是在全世界巡回的时候有住过她家里。所以是您的朋友。当然，现在还是没有。Flix 那个照片的那个，对不对 ？Flickr 都有写信哦，所以要所在的人也是。对，こちら Flickr っていうのはリスという方なんですよ。オランダの方です。オランダの方は友達なので、世界を一周するときにはこの時その方の家に泊まります。就差不多这个时候。この時期なんですね。でリズさんをエンジニアでいらっしゃる。这位那个荷兰人的他也是工程师，他是在Booking.com 是一家蛮大的公司。饭店的那个。Booking.com で働いているそうです。エンジニアでもあります。エンジニア。この時はいくつぐらいですか？这个是我自拍了，应该是在花莲吧。那但是在当时就是比这个在后面一点点，可能就是在 social text 之前一点点的时候拍的。そうですか。台湾自撮りなんですよ。台湾の花莲、花莲で、花莲で、自分で自撮りしました。で、大体20花莲で何をされた？您去花莲玩吗？好像是当时也是有另外一位朋友叫 Jesse 来花莲玩。友達Jesse さん一緒に花莲で遊びに行きました。で、その時の自撮りで。他也是一位工程师。エンジニアです。で、27歳の前、ソーシャルピックスの前のことだと思いますので。で、27歳の前。他也有维基百科的说明，应该不是哦，这一张的话应该是在接近去当苹果的顾问的时候，前の写真だと思います。对，也就是大概这个跟这个中间。2011年左右咯。当时我经常换发型，有一次去理发店，我就跟发型师说怎么做都可以。后来他就把我左边完全剃光，只剩右边的头发。その時はよく髪型を変えたんですね。で、サロン行きまして、どんな髪型でもいいって言ったんです。で、その時は半分ぐらいは全部剃ってもらって、アバンギャルドになりました。
まあ、先ほどからお話の中でやはり皆さんとシェアをするっていうことをすごく大事にされていらっしゃるということが、やはりこう実際お話ししてもすごく感じるところではあるんですけれども、まあ私なんかもそうなんですけれども、やはりこう自分で得た経験とか知識っていうものはなんか自分だけのものにして、できたらこうあまり人に渡したくないと。でなぜかなって、それを自分自身のことも考えた時に、やっぱりそういう特別なものを持っていることで自分が他の人から認められて優位に立てるんじゃないかなという、そういう部分でどうしても情報とかを自分のものにしてしまいがちだと思うんですけれども、タンさんは全くその真逆で、シェアすることに躊躇が全くない。それはどうしてそういう考え方になっていったんですか？それとも子どもの頃も気づいたらそういう因为刚刚我们在南道中也有感受到委员其实对分享这件事情是非常重视的。那竹生小姐自己哦，其实她的感受就比如说很多人他学习了很多东西的时候，有很多知识他并不一定会想要分享，反而会有一些状况是把它拿来当成是让别人认同的一个方法，就我不要去分享，那我就很强，我就可以保持我的一个优越感这样子。但是我又完全都不会，你把你所学的你都一直是很激励的想要去分享给大家，这个部分你可以再跟我们多谈一点吗？当然啦，因为一个人他能够看到的世界的角度是有限的，所以如果他不分享的话，就算他再怎么会创造，那他最多也是到100个 bit 而已啊。那但是如果我只要分享给多几个人的话，我们就好像拼图一样，就可以把同样的想法，但是因为你有你的看世界的角度，我有我的看世界角度，把它拼起来的话，这样子能够做出来的就超过一个人。就是不管你再会思想，你都不可能从别人的角度看世界嘛，不可能完全从别人角度看世界，所以一下就可以超过100啦，这个256啊，512啊都是没有问题的。そうですね。一人でも本当に見る物事を見るその視野は限られていると思うんですね。パソコンといえば100ビットだけまで、まあ、それしかできないと思うんですよね。ただし人をシェアすることによって、まあ、多めにシェアすればシェアするほど、まあ、パズルのような、みんなその考えることとかパズルのような一つ一つワンピースワンピースで作ることができるんですね。で世界を見る角度とかの視野も大きく大幅に高いすることができるんですね。であなた自身はやっぱり他人の考え方は絶対わからないと思いますので、シェアすることによって100ビットから128ビット512ビットまではできるんです。今回限らずたくさん本当に、まあ、特に日本人もタンさんの取材の記事とか番組とか動画を見る機会がもうどんどん増えていってますし、まあ、実際タンさんすごくこうオープンに取材を受けてらっしゃるなっていう印象があるんですけれども、まあ、その理由には今おっしゃられたようなシェアして広げていくっていう考え方があるから、こういろんな取材も積極的に受けてくださるっていうところもあるんでしょうか。まあ、今回本誌の取材を受けてくださったのはなぜなのかなって、非常に編集者の方も気にして興味というか関心を持っておりまして、ぜひ教えていただけたらと。因为我们真的是在分享的上面有给我们蛮大的一个，就是我们也感受非常深了。那在日本越来越多的杂志或者是在电视的媒体上，也都看到您的采访，然后您乐于将您这个分享的这些想法去传达给更多的一个大众哦。那所以我们也想，因为我们也想知道说，我们怎么会这次可以接受我们的一个访问呢？就是您的有没有，您的想法是什么？出发点是什么？你是希望传达更多的您的理念吗？还是有没有什么特别的可以跟我们分享？我纯粹就是喜欢
就是跟人对话而已，没有什么别的，就是纯粹因为有乐趣。面白いから、人と対話することが好きです。そういうことだけ主催を受けました。ありがとうございます。受けていただいて、谢谢你们接受我们。まあそういうふうに人と対話をすることが好きなタンさんも、でも立場としては今やっぱり IT の、まあ、大臣であるという立場をお持ちですし、まあ、かつては経営者であったりもしたわけなんですけれども、まあ、それはあの大きく言うとリーダーというポジションだと思うんですけれども、ご自身がやっぱりリーダーである時に心がけていらっしゃるっていうのはどういう点でしょうか。对，因为委员现在也是有一个政务委员的一个工作，也公务在身嘛。那您曾经也是很多个企业的一个经营者，所以对我们来说，您其实是一个领导者的，很多组织一个领导者的一个存在。那您自己对于就是领导者这样子的一个定义，您觉得您是什么样的形态的一个领导者？大概我们这边有八个字，我不知道你要怎么翻成日文哦。没关系。就是开门造车。你行你来。开门造车。然后第二句是。你行你来。你行你来，你可以做的话就你来做的意思。哎。嗨。そうです、その意味なんですね。はい、でもまあ、クリエイティブの本当にアイデアとかそう出すっていうことですね。ものを作るっていう言葉的な意味なんですが、あなたができればあなたがやる。ザオチュア。ザオチュア。ザオチュアですね。はい。ことわざです。はい。で、うん、しん、にらい。あな、お前ができれば、お前がやるっていう感じです。にしん、できる。しん、にらい。にらい。これがこうリーダーたちのモットーみたいなことですか。所以您是您的就身为一个领导者的一个本出发点吗？对啊，就是领导的方法就是这样子，就是不是说我脑里面有一个蓝图，我要管理大家把它完成，这个叫闭门造车啊，好像只有我的想法才是对的。开门造车是说。好像我手上的不是蓝图，就是一块拼图而已。那一定还有很多块拼图在大家的手上吧？如果你觉得哪一部分你比较适合，甚至觉得我做的不好，那太好了，那你来做这部分的工作吧。是。そうですね。それは私はリーダーするリーダーとしては重要なことだと思うんですね。で、ドアを開ける、まあ、車を作るっていうのは、もともとのことわざはドアを閉めて、自分でこそこそ家でその車を作るんですね。ただし、それは本当に自分リーダーが考えていることではなくて、ブループリントではなくて、パズルみたいなもの、あなたができればあなたがやる、私はできないことで、あなたが法則してくれると。だからあなたがもっと向いていればあなたがやってくださいということです。あなたができればあなたがやる。で、ドアを閉めるではなくてドアを上げて車を作る。だからちょっと違うかもしれないですけど、日本語のだと適材適所みたいなことなんですかね。我们有中这个部分あります。有那种适才适所的那样子的感觉吗？也可以这样子讲，但是适才适所它比较好像是还是把人放在固定的一个角色啊。那但是你行你来并没有限制角色，就算你本来是某个角色，你对于其他角色的工作有很好的想法的时候，也马上就可以去担任那样的角色，也都是开放的。そうですね。ただし、適材適所というのは、やっぱり人はどこかに、まあ、どこかのポジションにおいて、同じ役を、同じ仕事をさせるという印象なんですけど、ただし私は考えているのも制限されなくて、他のことに興味があっても、能力があってもやってみたいでしたら、そういうのポジション転換もできるんです。そういうとこは自由が、自由自在な。オープン的な。所以都很自由自在的，他们可以。对，就是说，其实自由自在是一个概念啦，它不是说，就是你能够实际每天就说，哦，那自由自在就可以
做出什么好的决策，当然不是这样子，它只是做出好的决策的一个前提的条件而已。对，まあ、自由自在というのは一つのコンセプトだと思うんですが、自由自在だけであのいい政策を作れるわけではないですので、それもあの全体の一つとして、あの自由自在、まあ、全体の一つの条例としてそういうことでしたら OK です。でもやはりそ の, あのやりたいこと、あまり自由自在でもなしすぎても、その何ですか、状況がまずくなるかもしれないこともあるわけで、やはりそこは、一番いい形でそのみんなオープンに しながら、状況を見せながら、やはりさ、炭酸が判断されるっていう部分もやっぱ重要じゃないのかなと思うんですけれども、そういうふうな部分もあのは意識されていらっしゃいますね。ご自身でやはり最後はそういう人判断であったり、その、まあ、人のこう配置というちょっと言葉悪いですけれども、うん、こう良いあの方へ導くというか、うん、就如果是自由自在有点 过度的话，有时候也不一定会是一个非常好的一个事情哦。所以是不是说我们整个就是您在做领导的时候，您基本上就是一个很开放式的一个态度，然后在一个很透明的一个环境里面，然后大家可以来去做一些发挥，那最后我们在委员之间来判断，是不是说人员要怎么配置？不是这样子的，嗯。就是说，把我当作是一个好像最后做判断的这个角色，其实不是如此。我是反而是在最前面去安排一种空间，在这个空间里面，最重要的是有各种不同的能力的跟角度的人，像拼拼图一样，谁都没有办法取代彼此的角度。然后像彼此就是团队的成员能够给得出交代，那但是他们对于外面，也就是整个社会跟环境，也必须要给得出交代。那也就是以日语来讲，就是说有往内往外说明的这样一种责任，但是那并不是我要求他们做这个说明责任，而是这个空间已经设计成平常就会给出交代的那种程度，所以像这样子一种沟通的一种方式，是叫做持续性的创新，不是说有创新的主意我来拍板决定，不是这样子，而是任何时候只要有人有创新，它的扩散的速度都会相当的快，以至于说如果这个创新它有什么问题或者不适合的地方，团队里面的人或者外面的人一下就会发现，而且可以修正。像这样子持续创新的想法，我也是跟一位日本的管理学家有过讨论，那也是从他身上学到很多。他叫Ikujiro Nonaka san，野中裕次郎，有去日本的时候有拜访过他。そうですね、私は何かを判断することではなくて、全てのスタートする前に、私は一番前のポジションにあるんですね。空間の配置をします。で、空間スペース一つ空間を作りまして、能力があるいろんな見方が違う人をその空間に配置するんですね。だからみんなは本当にまあ、まあ、違う存在にありますので、チームメンバーになってチームメンバーの内部でも説明するチームメンバー、チームメンバー、ね、はい、チームメンバーですね。でチームメンバーになりまして、で外部の内部に説明する責任を持っています。なので私は何か彼らに要求することではなくて、その空間を作る前には、この空間はその責任、その説明する責任があるということはもう決めてあるんですね。決めてあります。でなので持続的に創新、まあ、新しいものを作る、新しいクリエイティブ、持続的に、持続的に送信っていうのはことがありますね。で、その送信で送る、はい、はい、あ、違います、新しいものを作ります。そう、想像ってことですね。送信、はい、
ていう言葉があります、はい、ただこのチームメンバーは持続的に新しいものを作っていく、新しい発想をしていくんですね。だから私はなんか決める、検索することではなくて、この空間の中に誰でも自分のアイディアを出すことができるんですね。そういうアイディアを出しますと、拡散するこのアイデアを拡散するスピードがものすごい速くなります。で、なので外部の人が、または内部の人がこのアイデアとかこの発想が問題がある出来事ではないっていうのが皆さん一時それいい気を出しまして、ですぐに問題を発見して修正することができるんですね。それは私は日本の有名なその管理の師匠みたいな育児郎の中さん、はい、口論の中さん、口論の中さんと、お会いしまして討論したんです、うん、はい、そういう方やり方がそういう意識でやっていった方がいいと、その中さんと語り合ったということ。所以您在这个做法上面也有跟那个一个叫那个是的，是的，当时有就是应邀去参加一个叫 Topos 的这样子一个研讨会，那有这个荣幸跟就是野中老师有很深入的讨论。そうですね。当時は Topos というウォーキングショップに参加しました。で、その場で Topos に参加しました。で、その場で先生と日本の育児の長さんと その時間の管理、管理について話した管理で、その管理すごい光栄で、ね、光栄でした。まあそうやって野中育次郎さんとの影響も受けながら、まあ、今こういろんな、まあ、これまで今いろんな要素要素でこうリーダーとしてダンサーはいらっしゃってるわけですけれども、ちょっとそのリーダーとしてじゃあご自身はどういうタイプのリーダーだとちょっとこう表現できますか？就我们委员的林子在对于就领导这个部分，就除了跟这个日本的管理大师有跟他做一个沟通，还有你跟他自己的这样子的一个想法。如果用一个什么型，因为他这边有一个标题要下一个标题，您会觉得您是什么样子的一个领导？哪边有一个标题？我是怎么样子的形状？对，不是形状，就您是哪一类的领导者？您觉得？我当然是人类啊。人类。人類型、人類型、その心は、所以那那人類型をちょっとこう説明していただくとすると、那我们可不可以提问人类型的领导者？对，因为对我来讲，就是我不会特别觉得说，人类里面的哪一部分，才是我的同伴，或者才是我的共同创造者。有些人会认为说在人类里面想要学新的东西的才是他的同伴，那其他人就不是。也有一些人会觉得说特定的语言文化性别种族等等才是他的同伴，其他不是。那我没有这个问题，只要你是人类就是我的同伴。そうですね。人類っていうのはやっぱり、ある部分の人たちは人類は自分の仲間とするのは、例えば同じの新しいものを同じく新しいものを勉強したいっていう、また同じ考えとか、それだけで私の仲間をするっていう人が多いんですね。または同じ言葉とか同じ文化とか同じ性別、同じとかいろんな人、それ私と認められるのは私の仲間ということなんですが、で私はそういうことは全然問わずに、全ての人類は私の仲間です。そういう意味での人類。そうです。ではそんな人類型のタンさんに、すいません、ちょっとこういうそれぞれの能力を5点満点でちょっとご自身でつけていただきたいんですけれども、今からちょっといくつか5つほど力リーダーと
っているであろう力をちょっと上げさせていただきますので、ご自身はその力を何点ぐらい持ってらっしゃるか、5点満点です。そちらでちょっと答えていただきます。这边我们也想、帮我们打个分数、就是5分是满分。那第一个是说、培育的能力、那再来是说话的能力、倾听的能力、那再来是不放弃的能力、那最后就是相信自己的能力。你怎么比这边多啊？这边只有四个。对，今あのなんですけど一応念のため五つ伺えればと。我们可以先写五个。まずじゃあ育てる力。那我们先讲培育的能力好了。意思是说会去带领其他人吗？育てる能力っていうの。就是帮助其他人成长吗？他の人のあのために成長させる。そうですね。はい。培育他们。应该是零吧。Zero。大家都是自己成长，不需要我的培养。話す力、あの自分の気持ちを相手に伝えるという話す力。就说话的能力，就把自己的这个感觉去表达出来。这个应该是五了，我想得到的应该都可以说。逆に相手の気持ちをちゃんと組んだ聞き方ができる力。再来就是我们就是倾听对方说话的这个能力。那应该是I 吧 ，imaginary。I。就是可以用想象的方式。I 有点近。进入对方的世界里面。I 是 imaginary， 想像力ですね。想像。他の人の話を聞いて、心の心境を想像する。就是把负一开根号之后得到的那个数字。I point。I point。なるほど。I point。数字じゃない。I imaginary。あ、imaginary。はい。と、困難にぶち当たっても諦めない力。就是遇到困難に不放棄的能力。这就还好，大概五分是最高嘛。啊，那大概就勉强及格，对，勉强及格派好的。派。3.1415什么的。派3.1415。3.1415。派。派也是呢。派。派。演習率ですね。演習率。それはなぜ演習率？ギリギリ合格だ。ギリギリですね。あ、そういう意味ですね。合格だ。はい。じゃあご自身を信じる力。相信自己的能力。相信自己的能力哦，我其实比较相信别人。其实有点我刚刚说的。那我们就那个一啊，2.71828。嗯。2.71828。小写的一。2.1。2.71828。日本では非常にやはりまだまだ女性が女性であるということで生きづらさが感じながら生きて働いている女性っていうのがいっぱいいます。例えば社内での出世がやっぱり不利益があったりとか、奥さんも働いて旦那さんも働いているにもかかわらず子育ては女性が大きな負担を被っている負わざるを得ないであったりとかしているんですけれども、丹さんはその10代の頃から繰り返しになりますけどお仕事を持って社会の中を生きてきていらっしゃって、そして24歳で女性であることを宣言されたんですけれども、当時はおそらく X ジェンダーとかトランスジェンダーという概念が今ほど身近ではなかったんじゃないかなと思うんですけれども、当時なぜ公表しようというふうに思われたんでしょうか。で、それまでにご自身の中でいわゆる性別というものに対する葛藤というものはかなり強くお持ちだったんでしょうか。因为日本现在要女性这件事情就是
还是在日本是有很多公民的一个地方啦，就是特别是在职场，利于他们的升职啊，升官啊，或升迁，那或者是说他们都有很多的就要负担的小孩子啊，然后还要就是同时的工作。对啊，结婚了的话，这个连自己的姓都没有了。对，这个会被叫什么什么太太。因为我们人，您在十几岁就开始工作了，然后您在24岁的时候有公开的说，就是谈到自己的这个性别的部分嘛。那个我们大家就讲说是 transgender 或是 transgender， 就是跨性别啦、性别的部分。那您为什么当时想要做一个公开的这样子的一个动作？那当时您的这个心情，或者是您对性别这个议题的想法，对，因为我自己在第一次青春期的时候，本来也没有发展的那么多，可能天生就是睾固酮的浓度就不是很高，所以我一直也觉得说好像不是特别能够用性别来定义我自己。虽然这样子讲，但是当我没有经过女性的身体的青春期发育的话，那其实我也很难说我能够理解到另外一半的人的青春期的感受。那所以大家都知道青春期不是只有身体的发育嘛，也包含社会化的部分，所以当然是要跟大家公开的讲的话，才有可能把社会化的部分也能够经历这样。でその時にホルモンが、私のホルモンがそんな多くないんですね。で、女性っていうのは、やっぱり実際に女性にならないと、その女性の青春期をする、軽減することができないですね。また、この青春期は体の変化だけではなくて、社会化していくっていうのを経歴もすごい重要だと思いますので、公表をして、社会化の経験をしていくっていうところということで、公表しました。その社会的なために公表したっていうことなんですね。就是您是为了社会，就是去体验社会化的一部分，所以去做。这样确实是如此。その公表して、まあ、いわゆる女性というふうな女性であると言った時に何か変化はありましたか？男性であった男性と認識、社会をしていた時と、それから女性と認識してからの社会というのは何か炭酸と変化というのはありましたでしょうか？所以您在就是公开之后的这个会跟就是比如说男性跟女性其实是不一样的嘛？那您经历的这个社会化的过程，你觉得有什么样的改变？对，当然，这里也要讲说在台湾的情况。可能跟在日本不完全一样，所以我接下来讲的大概没有办法类推适用啊。在台湾的话，在女性的社会化过程里面，有一个很有意思的观察，就是说，它是有一种，要去把自己照顾好，然后透过照顾好自己的这个过程，也能够养成去知道，很敏锐的知道旁边的人的状态的那样子的一种能力，也就是一种敏感度。对，那这种敏感度，当然现在新一辈的年轻的台湾人的话，不分男女都会被要求拥有，但是在当年，好比像说现在40岁、50岁、60岁或以上的话，有的时候在社会教育男性的时候，反而是以没有这种敏感度作为对一个男性气质的这种要求。对，那这个我想日本多多少少应该也可以体会这样子的情况。那但是这个情况在台湾最近几年也不是这样子了，所以我讲的都是可能2000几年的那个状况。台湾と日本の状況は違うと思うんですね。今話する内容は日本に似てたかもしれないんですが、台湾の女性は社会的な変化では、そういう
面白い観察がある面白いところがあるんですが、なぜかと言いますと、女性は自分はちゃんと自分のことを面倒する、面倒を見る、自分のことをちゃんとケアすることを要求されているんですね。で、その自分のことをケアしていく中で、その過程、そのプロセスでは、そういう人の思いやり、それを物心を感じる、その敏感さがすごい要求されているんですね。で、今の新しい生態の若者は多分そういう要求されてないんですけど、今の40代、50代、60代の女性だったら、そういうものを感じる、で、暴力がすごい要求されているんですね。で、台湾の男性だと多分日本でも同じくそういう、要求されてないんだろうと思うんですが、でも今の話も多分2000年ぐらいの話だったんですけど、今は時代が変わりますので、要求はされてない女性、日本の台湾が。ご自身でその女性にを公表されてから、ご自身の中で、じゃあそんなに変化っていうのはなかったってことなんですか？所以那您自己就是公开就是说是女性的时候，您自己有什么变化吗？当然一方面我是有用雌激素嘛，那因为我先天睾固酮的浓度就没有那么高，所以不需要用太多的抑制睾固酮的药，那所以当然就是青春期的发育大概都有经历过嘛，那包含身体的改变啊，或者是我们知道在女性青春期的时候会变得相当的敏感吧，对于世界上很多的就是其他的不一定是人类，其他的生物或者是整个环境的状况都会觉得有一种好像别人遭受到的或别的生物遭受到的不正义的那种感觉，自己也会感同身受的感觉到等等，那这些大概都是正常的青春期的过程大概前后持续了两年多自分はその男性のホルモンがそんなに多くないんですよね、その薬を取ってそれを抑えることが必要ではないんですが、もちろん女性のその体の変化も青春期の時の変化もしました、感情的にやはり生き物とか関係とか、正義ではないとかいろんなすごい強烈的なその感情的なものが2年くらいあるんですよ、感觉上就好像如果我们现在本来只是一个webcam 可以大概这个描述出形状的话，那在第二次青春期的时候感觉就好像换成一个 4K 的那种镜头一样，可以很明确的感受到。对。カメラの例えば今はウェブカメラで使いました。ただし青春期になりますと 4K のすごいそういう効果のものになると感じるんです。非常にこう精密になったとか自分が变得更纤细。就变得更敏锐或敏感吧。对。敏感的。実際日本の女性っていうのはまだ台湾と先ほどおっしゃられたようにちょっと全然もう本当に社会で働く以上環境がまだまだ整っていなくて、非常に女性活動が立ち遅れているんですけれども、こうした女性たちがリーダー、女性リーダーを育んでいく、社会が育んでいくっていう意義についてはどういうふうに丹さんは感じていらっしゃいますか？就因为基本上日本女性的在职场上面的一个启用上面还是管了很多，就是管了其他国家管了不啦，所以我们也想我们给一下这些就是日本女性，他们在就是身为领导人当领导人上面也可以给我们一些意见。本当は多分そのタンさんの記事とか読んでるところに書いてある性別をスタートとするのに性別を考える必要はない、人はデフォルトでそのままの自分でいられるのは本当は一番素敵なことだなって思いますし、そうなっていきたいなっていうふうには本当に思うんですけれども、でもやっぱりまだ日本はどうしてもそこにはいけないです。
对，那因为之前有读过就是您的那个采访，那他这个是写日文，我不知道您当时说的中文是什么样的表达，但意义就是说，如果你想要去做的话，你不需要去考虑你的一个性别，或者是说你要去承认的，你要去默认的是自己这样的一个部分，那在日本的女性的一个发展上面，真的还是缓慢于其他国家许多，所以我们小时候就会给这些女性一些鼓励啊。其实我会形成这样子一种，好像不是男性女性两边挑一种，而是说，我可以一方面就相当的敏感啊等等，但是一方面如果需要的话，那也是可以就是非常明快的去做这种决断啊等等，但是这些我不觉得特别是女性特质或男性特质啊，这些是一个人的特质嘛，对，所以硬要把它分成男性特质跟女性特质，好像意思就是说你有一半的特质不能使用，那这其实是没有什么道理的。像我从小就是用左手写字，可是我后来也练会了用右手写字，那但是那不表示说我需要的时候不能回去用左手写字嘛，那所以我是觉得去限制住自己是不必要的，那没有说好像说这个女性就不能够去就是清楚的表现自己，或者女性就不能够对年纪比较长或者是职位比较高的去直接的指出她可能没有想到的地方等等，那当然这些我们理解说都是约定俗成嘛的一些状况，但是如果你一开始就把自己视为女性但是也不只是女性的话，那这样这些你就不会变成对自己的限制。性別ではなくて人としての特徴なんですね。で特質っていうか男性とか女性で分けますと半分、そう言いますと半分のその特質は使えないということになりますね、男性が女性ごめんなさい、分けないで人の特質をアピールすることが重要なんですね。で私はもともと左手で書きました、左利きですね、でも私右利きも練習しましたが、いつか左利きで街を書くこともできるんだろう、なので本当に分けないで自分の方向性権をしないで女性だったらそういう年上の人が上司に指摘することもできるんですよ、で自分のことをちゃんとアピールしまして、やるべきなことをやることが重要なんですね。なので女性であること、そして女性だけでなくということがすごい重要なのではないかなと思います。所以虽然像我刚刚说我是一个人形的领导者，但是偶尔当一只机器猫也没有什么不好啊。そうですね。私は先に話しました人類型の見た目っていうことを話しましたが、たまにロボットキャットになってもよくない。わかんないと思います。ドラえもん。ドラえもん。ちょっとまたもうちょっと個人的な習慣について伺っていきたいんですけれども、特に iPad Pro で読書をされてメモを読みながらされていらっしゃるって伺った記事を読んだんですけど、ちょっとその画面をぜひ見せていただきたいんですけれども、我们有在导致的访问上看到有人用 iPad 在看书，那你有时候会做很多的笔记，对，那这个部分可不可以引入就我们看一下？哦，可以啊，没有问题啊。你是现在要看吗？我们想说你没看，我看的啦。可以啊，没问题啊，没问题。我也想要拍。那你就来啊。你要到我后面拍，还是我转过来？我们就看一下，有人示范给我们看，林平常是怎么样画重点，或是你是怎么样来做内容的。
差不多，大概，嗯，对对，嗯，嗯，嗯，谢谢。じゃあちょっとこの後撮影に入る前に最後にちょっと一問一答もう本当に簡潔パンパンパンとできたらと思うんですけれども、すいませんお願いします。那因为我等一下就进到外面要去拍拍照片了。那我们想说最后用那个一问一答，然后快问快答来做结语这样子。嗯，对，因为我有看到你的访刚只走了一半了。对，做的是一大堆的那一种，他们就是。重要的是，因为我那时间就是因为是那个一路一直在问，因为很少想问。嗯。じゃあ一問一答で、まず座右の銘大切にされている言葉は、就是您的座右铭最重要的那个。有没有说最重要的作用？嗯，有啊，说就是万事万物都有缺口嘛，缺口就是光的入口。万事万物都有缺口。嗯嗯。缺口就是光的入口。缺口完美。缺口就是光的入口。一个叫做 Leonard Cohen 的一首诗，我把它翻成中文。对 ，Cohen。すべての物事では隙間があります。その隙間は光の出口です。意味なんです。地図のレンダーコーベルの詩で、はい。で、タンさんが自分なりに訳中国語に訳した。はい。座右の書はじゃあレナード公園になるんですかね。所以一样座右铭座右书日我们其实都是一句台湾都是一句座右铭日本还有比较短比较长的。はい。仕事現場で友達はできるタイプですか。您是在工作的现场上可以跟工作的场合上跟交朋友的吗？当然反过来也可以。都可以的。其实对我来讲，我的工作就是去认识新的朋友，这两个并没有什么差别。そうですね。逆でもできるんですよ。私の仕事は本当に人を知ることなんで、そういうできるタイプ。主要是因为我既不给出命令，也不接受命令，这就跟朋友关系很像嘛。そうですね。主に私は人を命令しないです。命令をされない。命令も受けないみたいなので、ある程度では友達っていう感じではないかな。友達ではない。友達である。友達である。コミュニケーションさっき聞きました。こう日々の生活の中で最高今楽しいと思える瞬間っていうのは、在你的日常生活中，就是你觉得很棒的那个瞬间，是什么样的事情？好比像说，像刚才，这个我们在画那个心情的那个图，我发现说，可以写到256，那个就很高兴。ご自身を、先ほどロボット、ドラえもんになってもいいぐらいだとおっしゃってましたけれども、今のご自分を動物アニメのキャラクターなど、人間以外のものに例えると、やっぱり猫型ロボットでしょうか。您刚刚有提到说，就是也可以偶尔当个机器猫嘛。所以如果要您把自己把比喻成动物啊，或是动漫的一个角色，就人类以外的话，您觉得是什么？我觉得哆啦 A 梦很好。哆啦 A 梦。台湾のいいところはどこですか？
台湾的好在哪里？台湾的好在哪里？我觉得现在嘛，对不对？不是说四千万年以来是不是？对，我觉得现在台湾的一个好处就是大家不会再觉得说好像只有有国籍的人才是共同体的一员，或者是说有永久居留证的人才是共同体的一员，只要你在台湾就是共同体的一员。这后面有很多原因，包含全民健保等等，但是就是这种我们叫同舟一命，大家在同一条船上，大家的命运是息息相关的。那就是你的呼吸道状况跟我的呼吸道状况是相关的。这种状况在今年是我觉得特别珍贵的，也是为什么我们防疫可以成功。台湾に行くことがあるんですよ。特別に今皆さんは自分みんな共同体という、意識がすごい強くなりました。国籍が同じではなくても あなたが台湾にいることで例えば居留証、ID カードとか、台湾でその IRC とかを受けば、あなたは本当に台湾の一人として認めるですね。でみんなじゃあ同じ船に行って同じ運命に向かっているということで、特別に今年コロナウイルスの幸せを開示さを感じていました。で例えばあなたの呼吸等 その状態が私の同じということで、そうですね、運命が一緒ということを認識していると思います。じゃあちょっと撮影、ご自身の撮影の前に、お仕事道具で大事なものを3つおし撮影したいんですけど、もしかしたら最初は、ちょっと今日はなんかお茶は行政院の方にあるということでしたけれども、そういう お茶関係で1つコーヒーを入れるのかなと思うんですけど、あと2つちょっとあげていただけない、撮影用にお貸しいただけないでしょうか。我们想说，请委员帮我们就是准备这三种比较贴身会使用的一些道具。那刚刚在，因为茶包可能放在行政院的办公室，我们可能用这个低咖啡的咖啡来做。可不可以再帮我们挑两样，就是很重要的物品，我们可以放在这里，然后来做一个拍照。这支笔算吗？要不要过来？これほど使えなくなって、使うことが怖くなって、うちの父なんかは全然ダメなんですけれども、そういう例えば、ちょっとこう IT リテラシーの弱い人に IT リテラシーを身につけるなんか良い方法っていうのはないでしょうか。像他今天的那个准备的那个采访，就是印了一大堆纸张来，他想要给您给这些就是让他们更能够进入 IT 生活的人一点入门的建议，他们要怎么样去转换，让自己的生活可以更 IT 化一点，就不要用很多纸啊，用电脑啊或者手机啊。我觉得纸跟笔啊很难同时取代掉。所以像我要取代掉纸的时候，我还是用笔啊。所以不管是用 Apple Pencil， 那好像你也很喜欢用啊。或者是我手机上面的这支笔，我基本上就是想到什么我就会直接把它写下来这样子。所以我想用笔的习惯是可以保持的，那你先把用笔的习惯维持住，慢慢你就会觉得说，我在玻璃上面写字也就是写字而已啊。そうですね、紙と便の使い方、使う習慣なんですね。あまり紙のペンは絶対この世界にあると思うので、変わらないですね。で、例えば私はアップルペンズも使ったり、携帯でもペンが考えることを、すぐに音が書くことができるように、書けるようにしています。で、慣れていったら、アップルペンズとか、それ慣れていったら、ガラスで物を書くのに、違和感がなくなります。チャレンジしてみます。挑戦かけたい。
あとやっぱりこう SNS についてなんですけれども、結構日本ではやっぱり かなり、まあ、こう個人 の意見を尊重するというよりはみんな同じ意見で言いましょうじゃないとかなりバッシングを SNS 上でされたりするっていうので、まあ、それに疲れ果てている人たちも結構多いんですけれども、でも逆にコロナが、今回コロナの中で、やっぱりもっとこうみんなと会えないだけにこういうものを通してつながり合いたいっていう気持ちを持っている人たちもどんどん増えているような状況があります。まあ、タンさんは非常に問題コミュニティを本当に、大事にされて、まあ、そこからいろんなものをビジネスだったり、友達の関係であったりとか非常に深く関わっていらっしゃいますけれども、どのようにそういうふうに上手にこういわゆる SNS に疲れないで、疲労することなく付き合っていくことってできるんでしょうか。因为现在的社群媒体 SNS 其实在那边也是非常的被大家使用，但是同时也出现了蛮多的，因为开始对社群媒体感到有点厌烦，或是疲劳啊、疲倦这样子，或者是有在使用上跟别人有一些冲突的一个状况发生。那我们也想有人给我们一些意见，因为您在 SNS 上面也是非常活跃，那不论是您在就是政务或者是在私密上面，可能都使用了很大量的这种社群的媒体，那可不可以给我们一些建议，就是让这些日本读者，然后你可以怎么样去使用那些社群软体，但是你却不会觉得会被他受到他的拘束或者是疲累这样子？就两个，一个就是把通知都关掉。我们访问到现在，我荧幕都没有亮起来，也完全没有任何打扰。不是因为我特别关掉你，而是我本来就是随时都是关掉的。这是第一个。是。2つの重要なポイントがあります。1つは、すべての通知、携帯の SNS のというアラームがあるので、メッセージが出てきたら、オープンに通知を切る。通知を切ります。はい、なので今のインタビューでも私の携帯は全然フラッシュされてないので、はい、私はオープンにしているからです。那第二个就是隔着一支笔去使用它，就是我不管是用这支笔或者那一支笔，我都不是用手指，我只要不是用手指就不会觉得它是我身体的一部分，只要不觉得它是我身体的一部分就没有上瘾的问题，没有上瘾的问题，当然你刚刚讲到的那些不舒服的感觉也不会。そうですね。だからもう一つのポイントはペンを使うことなので、指を使わないこと、指を使わなければ自分の体の一部ではないということを認識をします。でペンを使うとそのハマっちゃうとか止まらないとかそういう状況もなくなるんだろう。すごいなんか具体的な、なんかすごく納得できました。ありがとうございます。好具体的建議に関して、じゃあ、ちょっと外でお写真をということで、じゃあここで樋口さんはおそらく、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お洋服のことはちょっと撮影の時に伺いますね。はい、好的。我们就拍平面嘛，对不对？好。